はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。マリオカート8デラックス。今日は、リンク使っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、おそらく、これで全重量級のキャラクターを使い切ったんじゃないかなと、いうふうに思います。まあ、カートはかなり平均的なカートなんですけども、結構使いやすいかな、みたいな感じで。今日も頑張っていきましょう。さあ、やっていきましょう。エレクトロ150。ドリーム150。行きましょう。まあ、2名除いて5000オーバーなんで、まあまあいい感じの部屋かな。いったところですよね。今日はね、リンク、割と重さあると思うんで、置かないでね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 。置かないと思うけど。大概ちゃんとしてる人だと思うので置かないと思うんですけど、ちょっと怖いですね。コーナリングで差をつける。綺麗ですよ。ドーン、チンチンチン、ポーン、オッケー。コインしっかり回収してね。一個回収できないけど、いやー、なんかいる。ちょっと前どける。ちょっとそこじゃなかったんだけど。どけたかったの、そこじゃなかったんですけど。膨れすぎ。キノコ。キノコ。ここはあんまキノコ強いイメージないんだよな。前潰しに行くにも、ちょっとなんとも言い難い距離ですよね。後ろは、あ、溶けきてる。溶けきてるんで、今ごめん。完全に暴発したキノコ。あー、ぶね。今のは完全にキノコ暴発なんで、ちょっと許してください。何でもしますから。チッ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 。うわぁ、マジでもラッキー。まあ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 、悪くない。悪くない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 。アイテムの前で、来てくれる分にはと思ったんだけど、消えました。消されたんですか、消えたんですか、よくわかりません。まあ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 じゃない。ちょっとアイテムがないので、なんとも言い難いんですけど、ちょっと後ろパックンが見えたような気がして若干嫌なんですけど。さあ、とりあえず、ちょっと序盤の方にトゲが来たんで、このまんま一発粘ってった方がいいかな、みたいな。ちょっと一人俺にくっついてますね。一人俺にくっついてるんで、そいつだけを若干ケアできたらいいのかな、ぐらいな。うん、まあ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 。まあ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 。うわ、怖っ。当たるべ、当たるべ、当たっ。いやー、赤きつい。赤俺じゃなかったからよかったけど、まあ、余計なお世話。余計なお世話の3着。余計なお世話の3着。まあ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 、あそこのキノコをどう使うかだったけど、まあピンだからあれでいいんじゃないかなって気はしないでもないですけどね。結果3着だし、多分あんま結果は変わっていないんじゃないかなと思う。うん、あと、いくつ ?28! 頑張ろう。いやー、一発があるとかね、怖いのがこういう、ちょっと低レートの人が何人か入ってる部屋なんですよね。多分ね、6位とかでもマイナスになっちゃうんで、正直、個人的には抜いてほしいかなと、抜けてほしいかなと思う反面、まあ、そこは逆に言うと、しっかり実力で勝てと言っているようなもんですよね。何?マリはバナナ。まあまあまあ置かないでしょ多分。置くんかい、マジかよ。いや、そこ置く怖いね、非常に怖いですね。ちょっとこれ外行こう。絶対置いたいし、置いたいね。いや、なんかね、そういうのやっぱあるんで、あんまりレートで物語りたくないんですけど。いやー、何その今のさ、一回バーン当たって、あ、大丈夫なんだって思わせてからの結局ダメなやつ。あるある。しゃあないね。赤投げられて、トゲ行って、これはもうちょっと、何それ!やっぱそういうのあるよな。そういうのあるよね。なんかさ、ああいう無理やりスターで突っ込んで来られるのさ、見るとさ、なんか明らかにモッティじゃない名前でやった方がいいんじゃないか疑惑みたいなのをすごくね、感じざるを得ない。多分自意識過剰なんですけど。
でもね、言うてなんだかんだ裏とかで練習してても結構ね、タイアリでしたみたいなリフが届くんで、なんだかんだ見てくれてる人多いのかなとしますけどね。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。ありがたい。これ、これもの持ってって、こっちですよね。そこか。で、パックンで、収めて、いけるか、いけるか、前、前、前、よし、オッケー、来たー。うわ、久々にパックン、こんな刺さったね、ラスト。ラッキー。この1位は、ごっさんゴールな感じしないでもないですけど、いい逆転劇でしたね。さあ、11! お、11まで来ました。ワンチャンあるか?さあ、ドラゴンロードですね。ドラゴンロードは、いい時と悪い時の差が激しいですからね。いろんな意味で。頑張らないといけない。判断150。150ですね。はい。ちょっと押しすぎ。いやー、いいコーナリング、さすが。ただここのキノコは意外と使いにくいんで、何に当たった。ちょっとこの矢さっきからさ、微妙になんか判定がよくわかんないところにあるんで怖いっすね。全体的になんかちょっとね、さっきの緑コーラしかりね、ありますね。今の当たってない、大丈夫、 OK で、これはカットします。で、バナナ、おえー、怖すぎる、マジで。すんでのところだったんですけど、まあ後ろが爆発してくれてればちょっと差はできては、はいや、マジ、もうはいや、ポケはや、もう一回来ますね、これ。もう一回来ますね。これでもあれなんですよね、1位取ったらおそらくですけど、もう7777超えちゃいますよね。あ、でもあれか、7777超えちゃったとしても、超えた後に、ワンチャン数、下がるっていう可能性がある。下がるっていう可能性考慮したら、いや、全力で1、あー、来ましたね、バナナ。バナナじゃないわ。あー、嫌な1でサンダー刺さっちゃったな、これは。止まろ。あー、まあ、とりあえず、ダメージを与えたけど、ダメージを与えただけって感じでしたね。まあ、今みたいなギリギリになって、後ろの人たちにダメージを与える意味で止まることはしますけど、基本的には後ろになすりつけたいがためにはしないですよね。あんまり刺さるイメージないんで、OK、なんか来た。ちょっと見えないな、前が。赤っぽい、赤でしたね。ましたね。なんだ、バナナか。キノコ、ワンチャンス狙う。まあ2位。あ、でも2位だったら逆に、おぉ !11 あるんじゃない ?11 あるんじゃない ?2 位だったら。2位結構ぴったり11なんじゃない、俺そんな気するよ。うわ、来るぞ。5、4、3、2、1、はい、どうぞ。おほほほほほ、惜しいなんだそれ、マジかよ。いや、まだわからないですよ。まだ。もしかしたらここで、次、6位とか7位とか引いて、マイナス1っていうのがあるから。あるのか、マイナス1って。マイナス2とかはよく見るけど、マイナス1ってあるのか。まあ、やってみないとですよね。さあ、ドーナツ150。まあ、ドーナツは任せにしたいですよ。ドーナツは割と、他も、取るわ。使い方下手ですね。もうちょっとうまく使いませんか。痛い。こうさ、カットするのあれですよね、アイテム取れないから、いや、あんまり得策だと思わないんですけど、結構でもなんかする人増えてきましたね。はい、うわー、マジその SS はあ、完全に前3つ行かれましたね。ちょ、痛い、さっきから押さないで、痛い。ああ、これはちょっと待って、これリアルにまずいやつかもしれない、リアルにまずいやつかもしれないんで、とりあえずコインだけ先に取って、ノータイム、あー、ひどい。もうなんか、リアクション薄くないですか、ポッキーさん。とりあえず、キノコ使って、サンダーは来なさそうなんで、とりあえずこのまんま突っ切って、で突っ切って、10位が取ったら、いきます。この辺。サンダー来ない。どうしようかな。
サンダー来ないかな。邪魔。でも取っとく、これ取っとく、取っとけ、俺取っておけるんだったら取っとくけど、ただ前もだいぶキノコ持ってるんで、なんとも言い難い部分ではあるけど、おらら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 、あー、これはプラスだわ。全然プラスだわ。プラス、プラ4ぐらいじゃん。プラ7、あー。あー、これ次最下位取るしかないわ、これ。やばいな。チーズランド150ならもしかしたら俺結構ここ苦手なんで、あるかもしれない。いや、あるよ。最下位。結構俺何回か取ってますよ、ここで。最下位。逆にピーチサーキットとか多分、まずこんだけやって1回取ったか取ってないかぐらいな。感じなイメージですけど、なんかチーズランドに関しては普通になんか10回ぐらい負けてそうな印象あるんですけど、なんかそれぐらい結構苦手なイメージある。なんかね、チーズランドね、勝ち方がよくわかんないんだよね。なんかよくわかんない。特に後半の詰め方がね、いまいちよくわからない。緑コーラ多すぎ、痛い。こういうのは普通に良くないんで、そんな普通に良くない。でもコーナリングがまあまあいいんで、リンク。あれなんじゃない？うぃー、いけていく。ワンチャン今キノコにかけて突っ込んだんですけど、制しましたね。いい感じに。さて、とりあえずただ、僕ここ本当に余裕ないんで、後ろとか見る余裕が全くない。全くないゆえに、コインとかも取れないし、今もう全く気づいてなかったんで、こう一個一個コインを取りながら進んでいく。もうちょっとこれはパックン、これはパックンだな、これパックンだな。こうやってこう。おぶね。ここのさ、ワンワンの行け方わかんなくない？合ってる今って。すげえ自信ないんですけど。わかんない、見えない、見えない、見えない。見えない。で、あともう一個。こうじゃん。うわ、いけた。じゃあそこまでは曲がれない、曲がれない。あのチーズあるじゃん、一番最後のあのチーズにね、なんかいつも大体引っかかるんだよ。なんか本当に苦手。だいぶ差はついてるそう。差は、あー、でもわかんねえな。サンダーキラーで割とひっくり返そうな距離差ではある。あ、なんか落ちた。うわ、早くね、復帰早くね。落ちてないのか、落ちてないって。あー、マジか。トントン。トン。いいんじゃない？はい。流れていく。にアイテムに恵まれていく。綺麗にアイテムに恵まれていく。いやー、順調すぎてどうしようみたいな。あ、もう無理だな。もう一試合でひっくり返ないね、これね。さあ、ラストはミュートシティですね。150しか今日は出なかったです、結局。よろしくお願いします。まあ、ぶっちゃけ7777に揃えるより、レート上がった方が、すごくありがたいんで、個人的には、いいステージでしたね。あ、違う。いいステージっていうか、いい組でしたね。なかなかちょっと今週はいいとこ引けなかったんで、そういう意味ではすごいありがたかったかな。余計余計余計、出す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 、あぶねえ。1234567890、はい、数えてる、数えるといい感じに。わー、何それ、よくわかんないんですけど、あれ、まあ、ラグが多少ね、やっぱさすがにレースゲームなんで、あるっちゃあるのは分かってるんですけど、なんか、うわー、やばい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 、いろいろやばい、いろいろやばいし、取られちゃうし、取られちゃうし、赤コーラ俺じゃないし、俺だし、今度俺でもないし、じゃあどれなんだよ、なんなんだよ。後ろが回収してくれる分には非常にありがてえけどよ。なんかいる？大丈夫？なんでどうしたどうしたどうした。はい、ここいいパックね。今日はパックに割と助けられてるよ、いつもと違って。明らかにいつもは助けられてないですけど。3位、うん、ちょっととりあえずこの辺で、いや、まだいける。まだ全然。あ、でもちょっと頭2つ抜けてますね、2人。取れた、取れた、OK。あー、キノコ来ないかー。まあ、ビリ。痛い。痛い。
どうするこれ、このボムどうする、このボムどうする、トゲ来ない、まあトゲ来た、トゲ来た、トゲ来たんで、トゲちゃんどうぞ、まだまだトゲちゃん、はいどうぞ、ここナイス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 、譲ってあげる優しさ、やばい、マジマジ無理か、ちょっともうちょっと引っ張ったらよかった、やらかしたねこれは、もうちょっと引っ張らなきゃいけなかったです、ね、うわーのやめてやめてくりー、キノコキノコ、ここか、あー果てしない夢を、あ落ちた、おい続き、キノコ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 イエーイ、今日運良くね、マジで今日マジ運良くない、この部屋でちょっとレート上げようかな、この後めっちゃ運いいんですけど、全体的に、いや超ありがたいですね、こういう日は。もうスカッとノーカットでお送りしました、今日のマリオカート。これで重量級全部使い切ったんで、じゃあこれから軽量級に行きますかみたいな、そんな感じですか。ん？ラグくね？だいたいみんな止まってんだけど大丈夫これ？いや、あー動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。週末にかけて動画更新のスケジュールがちょこっと変わります。まあ、ポケモンは毎日上がりますが、それ以外のちょっとマリオカートが1日お休みしたりとか、スプラトゥーンが2日空いたりとか、コイキングが上がったり上がらなかったり、まあいろいろあるんで、ぜひ見てください全部。あったかくして寝ろよ。